どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、この間まで夏だと思っていたらもう秋になって、もう冬になって、また春が来るということで、四季の歌、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみたいと思います。こういう曲は歌い継いでいきたい名曲でございます。しかもですね、皆さん、コード3つ、やったー、コード3つだけですよ。はい、これをあらゆる世代で歌いましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でも、まさに今日始めた方でもなんとかできるんじゃないかなという感じのシンプル簡単バージョン、後半は、ちょっともうちょっと軽やかな感じと、あとイントロもつけてやるバージョンにします。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで音楽歌いながら音楽をやる、これはですね、ほんと楽しいんですよ。皆さん、音楽を聴いたりね、カラオケたまに行く方も多いと思うんですけど、今度弾いて歌ってみませんか。これね、ほんと楽しいです。簡単です、ウクレレは。他の楽器よりはもうほんとズバ抜けて簡単なんですよね。弦も4本だし、ちっちゃいんで、いつでもね、このソファーの脇に置いててパッと手に取れる、このカジュアルさがすごくいいです。でね、簡単なんだけど、始めたらわかります。奥がすごく深いんですよ。だから続けられるパートナーになってくれると思いますよ。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どん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 ウクレレで楽しく音楽ができます。もうちょっとしたらこの辺にリンクがあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の順番ごとに動画を見て、まあガズレレ YouTube チャンネルの動画を見ていただいて、ウクレレ触ってるだけで、あれ、もうできた、すぐになりますから。皆さん、お気軽に始めてください。YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られるし、ちょっとした隙間時間にできますから、無料で。はい、始めましょう。じゃあリンク貼りますよ。初心者です。ここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今までとりにとりに取りためた、ありとあらゆる音楽が、800曲以上ももう簡単レッスン動画で、アップロードされております。今日見たら童謡、昭和の歌謡曲とか童謡とかにもあるし、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和歌謡曲、演歌もあります。洋楽たっぷりある、ハワイアンもちろんあります。アニメソングとかいろいろあります。はい。さっきのリンク先のところでお気に入りの曲探してどんどんウクレレで音楽やっちゃいましょう。さあ、それでは行きましょう。セリヨーコさんの四季の歌。まずは、初心者さん向け簡単バージョンからやってみます。春を愛する人は心清き人、すみれの花のような、僕の友達、夏を愛する、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。コード3つですよ。いいですね。はい、このね、春夏秋冬を友達、お父さん、恋人、お母さん、こういうね、こうなんかこう
いいですね。動画と一緒にできるようになった方、今度は自分でそれをノートとか紙に書き出して、今度は自分だけで演奏できるようにしていきましょう。その時の参考になるように私のノート見ていただこうと思います。まずね、今や、イントロは、省略しました。これかっこいいバージョンでやろうと思うんですけど、ちょっとこの B7 っていうコードが一個だけね、ちょっとね、キーポイントになるコード、ちょっとまあ難しいコードが出てくるんで、これもしできるようだったらもちろんイントロやってもらった方がかっこいいと思うんですけど、はい。じゃあこんな感じです。この2行が繰り返されてるだけなんですけど、レコードっていうかその音源を聞くと感想が入るんですけど、まああえてもうストレートに、1番、2番、3番、4番、春、夏、秋、冬とこうやっちゃったというのがガズレレオリジナルバージョンでございまして。はい。一応参考になるように、ちょっとここイントロ一応メモっといた方がいいかもしれないですね。で、コード進行はこの2行がずっと続くだけなんで、歌詞が変わっていくだけです。一応こう映しますけれども、もうこれは皆さんのご存知でしょうから、歌詞はね。大体のことは。はい。こんな感じで書いてます。まず、春と夏。友達とお父さん。はい。次じゃ3番4番。コード進行一緒ですよ。はい。次は秋と冬で恋人とお母様でございます。はい。で、最後このコード進行でラーラララララララでやって終わったというのがガズレレ流バージョンでございました。はい。じゃあコードの解説いっちゃいます。これはですね、はい。さっきも言ったんですけど、コード3つですよ。Am と Dm と E7。この3つでございます。これはですね、今ちょっとささっと、レクチャーをしようと思います。Am っていうのはここ1個だけです。ここ1個だけね。はい。Dm っていうのは、ここと、ここと、ここなんですよ。ここと、どうやって押さえるかっていうと、こうですね。まず、F っていうコードを押さえといて、ここをクッと足すって感じ。こんな感じ。1弦は押さえてないです。こんな感じ。はい。次、E7 っていうコードなんですけど、入門コードであるこの G7 っていうコードがあって、これを押さえた上で、人差し指だけを上に持ってくるって考えた方が楽だと思います。つまり押さえる場所、ここと、ここと、ここになります。これが E7。この3つです。はい。で、今日はこの3つで終わるんですけど、ちょっと今日ここでシェアしたいのは、ドン、これです。ガズレレ必須コード。これはですね、ウクレレ始めようと思った方、遅かれ早かれ、このウクレレにとってめちゃくちゃ便利で仲良しのコード、このガズレレ必須コード覚えてください。10個ぐらいあるんですけど、10個もあるかと思うでしょ。でも1個ずつ見たらね、1本指で押さえられるコードもたくさんあってですね、結構簡単なんですよ。で、その中に今日の3つも入ってます。で、以前この10個のコード、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスッと覚えられるようにした動画撮ってます。ここにリンク貼っときますんで、ここでね、ちょっとお時間あるときに、10個のコード、頭にスッと入れましょう。そしたらもう本当にね、いろんな音楽がすぐできるようになりますから。はい。じゃあ、そういうことでコードはこれでいこうと思います。で、こっからじゃあ、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。で、かっこいいバージョンではさっきも言ったんですけど、B7 という、ちょっとね、難しい、初心者の人に難しいかなというコードが出てきますんで、一応、ここにご報告、B7 ですね。これです。じゃあやってみましょう。押さえる場所はですね、ここと、ここのこう斜めの階段みたいなイメージですね。はい、これで。はい、これね、パッと動くのが結構難しいんですよ。なんで、慣れたら、これ一個だけ押さえるには分には楽だと思うんですけど、流れの中で押さえるとちょっとね、癖があります。もしできるようだったら、これをやってみましょう。はい。で、B7 っていうのは慣れた方はですね、この2フレット全部押さえて、これで同じコードなんですよ。2フレット押さえて、3弦の3フレット押さえても、これでも、同じ B7。どっちでもいいですけど、初心者の方はきっとこっちの方が抑えやすいなということで、こちらの抑え方を推奨しております。はい。で、かっこいいバージョンの弾き方はですね、リズム、ドン、8ビートのチャ。このリズムでゆったり、やってみましょう。これをですね、案外こう、リズムのビートを聞かせた方がかっこいいなという感じがします。こんな感じです。春を愛する人。この弾き方でいこうと思います。この8ビートのチャの弾き方ですけど、このリンク行ってみてみてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を見ながら、こう動画でマスターしてください。で、生まれて初めてその8ビートとかそういうストロークっていうんですけど、やろうと思う方は、最初8ビートというリズムをまずマスターしてくださいね。その後は8ビートのチャ。こう階段を登るようにリズムは習得していく。それがいいと思います。はい。8ビートのチャでキレよくやってみます。でもなんかガツガツする感じじゃないですよ。ゆったりちょっとこう落ち着いたイメージの8ビートのチャがかっこいいと思われます。この曲はやっぱりこの、まあメッセージというかこう四季。今もね、ちょうど夏から秋になってこれから冬を迎える。そういうなんかこう流れ、諸行無常を感じながらやるのが素晴らしいかなと思います。感情を込めて。やってみましょう。四季の歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。
せーの、じゃじゃん、四季の歌ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。こうやっぱちょっとビートがね、こう心地よくビートがカッカッと入ってくるんで、なんかこうね、躍動感がまた出てくるかなという感じで、やっぱ春夏秋冬巡る季節を感じながらですね、これは歌いたいですね。はい、感謝とともにありがとうございます。どんどん歌っていきましょう。さあ、カズさんですけど、この小さいクレレモテ全国イベント飛び回っております。まあ、ありがたいことでソールドアウトが続いてるんですけど、そのイベントの情報この後ちょっと貼り付けておきます。あと、このクレレの情報といろんな本出してます。そのような情報、ガズレレ最新情報、お時間ある方もない方もちょっとこの後ご一旦の動画見ていってください。チャンネル登録もお願いします。本日は見てくださってありがとうございます。どんどん楽しく音楽しよう。ではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけで、ひとまずはこのガズレレ .com で最新情報をチェックしてください。ガズレレホームページのリンクもここに入っておきますからね、よろしくお願いします。さて、ガズレレイベント情報、11月は、宮崎行きますよ、宮崎。はい、宮崎の方以外にも、日本中からこう、集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。今予定されているものは、この、ソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしておいてくださいね、ホームページなので。よろしくお願いします。あと、このウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ。クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき、大ヒット中でございます。で、事前販売予約ホームページを立ち上げたところ、もうありがたいことで、そこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ2、3日で、また新たな在庫確保できる。またそこ動き出すんで、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あと、インターン、ベトナムに行く半年間のインターン、10月いっぱいで募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ガズさんですけど、本をいっぱい出してます。まずこれ、リットルミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、主婦の友社からこういうガズさんのいい話が載ってる、人生のこと語ってる本も出てますね、主婦の友社。そんなのもお願いします。ちょっとここで、ちょろっと告知していただきますと、私のサブチャンネルやってるんですよ。ガズトークという、おしゃべりばっかのチャンネルです。ガズトーク。もし興味ある方、ぜひ覗きに行ってください。結構面白いですよ。自分で言うなって話ですけど。はい、お願いします。ブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こう、ライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。